けど。あらら。ちょっと諦め。立ってる。ありがとうございます。なんと終わらない予感。また入っちゃいました。
ません。もう本当当たり続けてます。もう白くなくなってきた。すごいですよ、本当。あとで多分コーナースタッフとか割っちゃったらえらいことになると思います。終わんない終わんない帰れない帰れないパターンなので譲れて終わったと思いきや終わりに。
で2490枚、まあ、上のデータ表示機に過去最高枚数で出てきました。いやこちら今日東大で打ってみたんですけど、もう今更触ることないと思ってましたからね。それがこんな形で、そして勝ててよかった。さあお疲れ様でした。実戦終了いたしました。さあ今日は1日ですね、ブラックラグーンこちらを打ち尽くしました。まあ私そんなに打ったことがなくて、まあ、多分1回ぐらいしか触ってなくって、まあ面白さを分からずに打ったんですよね。で1台目2台目、そんなに当たらずにちょっと厳しい展開だったんですけれども、まあ、3台目でなんとかこうガンと厳しい展開はありつつもガンと言ってくれまして、最終出玉がはいこちら2258枚、ありがとうございます。そして私が使ったのがですね、1269枚ですので、これを引いて、ちょっとごめんなさいね、頭ちょっと弱くて、さあこれで、サマイスの方が989枚プラスとなりました。さあ今日は途中まで結構厳しい展開を期待じゃないわ、もうしょうがないかなと思ってたんですけれども、まあなんと最後の最後にですね、ラッシュが終わらずに、まあ、かなり嬉しい展開になりまして、でボーナス確率も、まあ、もう本当最高設定をかなり上回った、数値になり、プラス989枚で終われたこと良かったと思います。まあ、本当は、前回の、まあ、中竹さんの4000枚をですね、取り返そうと思ったんですけど、すいません中竹さん出せませんでした。なのでこれは私の懐に入れておきますということで、サムライ TV をご覧の皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。とりあえず勝利で終われましたので、また次出ることがありましたら、次こそは4000枚出したいと思います。まあ、4000枚にちょっとこだわってますけど、はい、ということでお疲れ様でした。ありがとうございました。またお会いしましょう。